はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはバトルアックス。こちらなんですけども、公式サイトがね、ちょっと見当たらなかったんですよ。ただ、パッケージ版とダウンロード版でね、発売元が違うんだけど、ダウンロード版の方を発売してる会社のサイトが見つかったので、ちょっとそのサイトを見ながらね、チェックしてみましょう。というか、まあ、一応、まあ、いいや、ちょっとサイト、はい、こちら。ということでね、これ、トイボックスインディーズっていうページがあって、ここでね、バトルアックスのね、紹介があるんですけども、一応このね、メインビジュアルと、パッケージ版のね、パッケージのメインビジュアルが一緒なんで、まあ基本的にゲーム内容は一緒と考えて問題なくて、まあちょっと中身が全く同じかどうかっていう、そこは確認しようがないんだけど、まあ、そこをダウンロードパッケージね、よく最近あるのが発売元違うけども、中身変わらないって場合が多いので、まあ多分問題ないと思うんで、こちらで見ていきます。ということでね。はい。バトルアックス、進むほどに地獄。なんのこっちゃ。で、Now on Sale ってあるけど、これはスイッチ版、PS4 版、Steam 版が一応もうダウンロード版は出てるよっていうことなんですけども、今回出るのは、発売されるのはスイッチ版のパッケージ版ですね。はい。ということで、ね、ちょっと情報を見ていこうと思います。で、これも読み進めるほどに地獄なのかなって、ちょっとそこは心配です。で、怯える民を救え、エテルドレッドは7年ごとによりすぐりの民を奴隷とし恐怖を与え見せつけることで彼らを掌握していた。抗うことのできない恒久の闇、その闇を打ち砕くべく勇者が選ばれる。エルフ、ウィザード、戦士、彼らの冒険はとても険しく、危険に満ちている。それでも彼らは全ての民の希望を背負い、絶望の戦いに赴く。ゲーム内容的に言うと、ジャンルはよくわからないかな。で、ゲーム音楽のレジェンド、松前奈美、まなみ氏からの発売記念コメントということで、2020年の1月末にキックスターターで資金を集め始め、3週間余りでストレッチゴールに達しました。その後1年での発売というのはかなり早いですね。私はキックスターターに、10件ほど、作曲を提供していますが、だいたいストレッチゴール後3年程度かかるのが通常です。だから、パッカーの皆様やこのゲームを気に入っていただけている方をお待たせせずに遊んでもらえることを非常に嬉しく思いますと、まあ、これだとゲーム内容わかんないんだよね。はい。ということで、一応こうスクリーンショットいくつか出てるんですけども、なんかこうやっぱ雰囲気的には洋芸の雰囲気ですよね。で、ビジュアル的には何なんだろうな、こう、アーケード、マルチプレイアーケード、ガントレットとかのイメージをもう少しこう、なんだろう、こう、カラフルな、大自然感のあるようなところに持ってったようなイメージなのかな。うん。まあ、あくまでも個人の感想なんですけどね。で、HQ レトロ。往年のドットビジュアルをハイクオリティに再現。伝説のゲーム作曲家、松前まなみ氏による音楽。遊びやすく奥の深いゲームシーケンスを備えた高品質なハック&スラッシュアクションゲームということだよね。で、一人から二人用か。ああ、なるほど。あれ、一人から二人用なの？スクリーンショットを見ると、あ、確かに。でも、違うか。左右に一つずつゲージがあるだけか。下は上とセットか。まあいいや。はい。ということなんですが、ちょっとこれだけだとゲーム内容ね、ほんとわからないよって感じなので、ちょっとね、もう一個、ダウンロード版がね、スイッチで出てるんで、ちょっとこちらのサイトにもね、ありました、情報がね。まあ、スクリーンショットはいいや。で、こちらはダウンロード版、まあ、すでに発売されてるんですけどね。で、はい。魔女エルドレッドの支配から民を解放せよ。これ同じかな？イニシエより、あ、同じだ。で、ゲーム内容、ダメだ、同じ文章だけだ。まあでもこれでもね、一応こう、ここ、
アクション難易度が選べる、最高スコアにチャレンジ、ドット絵、1台の本体で一緒に遊べるということ、1人から2人用なんでね。だからまあそういう意味では、そのハック&スラッシュアクションね、だから今時のハック&スラッシュアクションだけど、ドット絵のテイストで、まあそれがハイクオリティになってると、まあそういうことですね。ということで大体状況把握はいいかな。で、セロシーってところが重要かな。はい。で、発売元はね、ソフトソースとか、ソフトソースって会社なのかな。一応そういうところから出るようです。はい。ということでね、ちょっと情報としては中途半端なんだけど、個人的にはなんかすごい面白そうだなと思うんだけど、まあ逆に言うと、もう発売してるから遊びたいならダウンロードで買いましょうよっていう、まあそういうゲームかと思います。まあ個人的にはね、パッケージゲームコレクターなんです、パッケージなんですけど、パッケージ版の、ね、定価は4480円なんで、ダウンロード版が2980円で、多分セールとかあるともっと安いと思うので、まあでもまあパッケージ版もね、この値段だと4000円近辺ぐらいなのかな、普通に家電量販店とかで買おうと思えば。あ、でもこれ税抜きか。だから税込みだとまあちょっとパッケージ版ね、お値段張るような印象もあるのですが、ぜひね、お興味のある方はね、ぜひパッケージ版もAmazonとかね、ヨドバシとかいろいろ見て、こうどっかでパッケージ載ってると思うんでね、それを見ながら悩んでください。ということで、この動画が役に立ったかどうかわかんないけど、このチャンネルにご支援いただける方は、ぜひチャンネル登録とグッドの評価をお願いします。以上、サッカンでした。